日はまた昇るはフィリップ・スパークが作曲した吹奏楽曲東日本大震災の復興支援のために書かれた東日本大震災の大きな被害を知ったスパークは復興支援のために世界中の吹奏楽の作曲家に作曲を呼びかけた西田博の求めに応えてノルウェーのグレンラン国際ブラスフェスティバルの一色で教会演奏の課題曲として作曲していた ブラスバンド曲、カンティレーナを水槽落葉に改編し、新しいタイトルを付けて発表した。楽譜はスパークが起こした、イギリスのアングロミュージックから1ヶ月足らずで、出版された。スパークは、作品の印税を、この楽譜を販売するオランダの出版社でハスケはその、純益を、日本赤十字社の緊急救済基金に寄付する、こととした。レントコンモードと指定された4。 4拍子で70、小説、演奏時間は約6分。初演は2011年4月3日に、横浜市中区のコレットマーレにて、移植者である西田博士の揮、武蔵野吹奏楽団の演奏で行われた。震災後、吹奏楽においても、同様の目的で様々な作曲家の作品が発表されているが、その中でも際立って早い時期に出版に至ったことや、 楽譜上は技術的に比較的平易であること、またもともとが課題曲として、教会での演奏を目的とし美しいメロディーが主体であることから、楽譜が出回るようになってからは、プロ、アマ問わず、日本各地で広く演奏されている。2011年のコールドストリームガーズバンドの来日公演でも演奏された。なお、2012年、東京構成ウィンドウオーケストラがこの作品と、 共通の動機を盛り込んだ、吹奏楽曲、希望のカナダへ、ルッキングアップ、ムービングオンマイナスを移植し、これは5月24日に仙台市で初演された。ありがとうございます。